こんにちは、粟田洋介です。これは昨年作りかけた動画の続きです。今日はこの布に絵を描くときのためのファブリックメディウム、これを4種類の絵の具に混ぜてこの布に塗って、そして洗濯しても色落ちしないかという実験をしようと思います。これはターナーのファブリックメディウムなんですけど、耐水性と耐候性があって定着力があるそうです。耐候性というのは野外で使用された際に変形変色劣化等がしにくい性質のことだそうです。そして使う絵の具はアクリル絵の具とアクリルガッシュ。アクリルガッシュとアクリル絵の具の違いはアクリル樹脂の量が違うそうです。それからもう一つがこのイベントカラーというものですね。このイベントカラーには防生樹脂、スサンビニール、アクリル樹脂、それから顔料と水が入っているそうです。顔料とアクリル樹脂なのでアクリル絵の具とほぼ変わらないんですけど、このイベントカラーで描いた絵をちょっと日の当たる部屋に長い間飾っておいたら結構色あせてきました。なのでこのイベントカラーっていうのはお値段がリーズナブルなんですけど、耐久性があんまり良くないと私は思っています。それからこれは水彩絵の具です。水彩絵の具で布に絵を描けば洗濯どころか水に濡れただけで色落ちしてしまいます。なんですけどこのファブリックメディウムを混ぜてそれで布に絵を描いて洗濯しても色落ちしないんじゃないかと思いますが、ちょっとこれも実験してみます。もしそれで洗濯しても大丈夫だったら、アクリル絵の具とかを持ってない人もこのファブリックメディウムさえあればお家にある水彩絵の具とこのファブリックメディウムを混ぜて、そして布に絵を描くことができるというわけです。ということで早速この4種類の絵の具をファブリックメディウムに混ぜてこの布に色を塗っていきましょう。ではまずはアクリル絵の具ですね。まずはそのままこうやって塗ります。それで洗濯する前と後が分かるようにもう一つの布にも同じように塗っていきます。これがそのまま塗ったやつですね。水をいっぱい混ぜてほんのちょっとだけで、かなり水に薄めた状態ですね。これをこんな感じで塗ります。で、あとはこの布用のファブリックメディウムを少し垂らして、あ、いっぱい垂らしちゃった。これをここに塗ります。次はアクリルガッシュですね。アクリルガッシュです。次は直接水で結構薄めたやつ。それからメディウムを混ぜたやつ。で、こんな感じですね。次はこのイベントカラーです。ああ、いっぱいです。水を混ぜる。で、メディウムを混ぜたやつです。今度はこの水彩絵の具です。水彩絵の具をそのまま塗ればどういうことになるか分かっているので、メディウムをつけたものだけにします。メディウムを混ぜた水彩絵の具ですね。今塗ったこの布なんですけど、第1回目の洗濯をしようと思います。昨日ペイントした絵の具が乾いているので、この1枚は元々の絵の具の色ということで、この片方を洗濯します。まずは1回目の洗濯が終わったんですけど、結構色が残っています。こっちの洗ってない方と比べるとこっちが洗った方ですね。ちょっと乾いてみないとわからないんですけど、この水で薄めた方のイベントカラーが若干滲んで色が薄くなっている気がします。アクリルガッシュの方は水で薄めた方ちょっと微妙ですが、アクリル絵の具は変わってないみたいですね。何も混ぜないで塗った方はこのアクリルガッシュのここのところがなんか白くなっています。
で、このイベントカラーの方もなんかちょっと薄くなったような気がするんですが、下の洗ってないやつの方がちゃんと色がついてるような気がします。メディウムを混ぜた方はあんまり変わってないようです。10回洗濯するつもりだったんですけど、もう 4,5 回で結果が出てしまいました。こんな感じですね。メディウムを混ぜてある一番上の列なんですが、アクリル絵の具、アクリルガッシュ、イベントカラー、水彩絵の具、どれも色落ちせずにしっかり色が残っています。で、この列は水で薄めたやつですね。アクリル絵の具なんですけど、最初に水で薄めた色よりも多少薄くなっています。で、アクリルガッシュとイベントカラーなんですが、もうかなり薄くなってますね。水彩絵の具は水性なので、ダメなの分かってたんです。最初から実験しませんでした。で、直接塗った部分ですね。ちょっとびっくりしたのが、アクリル絵の具も結構剥がれています。で、アクリルガッシュになるともうちょっと剥がれました。で、イベントカラーは色が薄くなりました。ということで、今回の実験ではメディウムさえ混ぜれば、どんな絵の具でも洗濯しても大丈夫ということが分かりました。で、私いつもアクリル絵の具はメディウムを混ぜなくても大丈夫だと言っているんですけど、この実験だと私が言ったことは嘘になります。この布結構薄くて、で、多分合成繊維を使ってある布だと思うんですね。ですが、私が絵を描いているのは結構綿が多く含まれている厚手の布とか T シャツとかなので、ちょっと状況が変わってきます。なので、薄い布に描くときはメディウムを混ぜた方がいいということになりますね。あとは水を結構混ぜるときは T シャツでも何回か洗っているうちに色が薄くなってくることが最近分かったので、色を薄めたときはメディウムを混ぜるようにしています。あとはいくつかの動画にアクリルガッシュじゃダメなのかっていうコメントがあったんですが、布用メディウムを混ぜれば布に絵を描いても大丈夫ということですね。あとは水彩絵の具とかしか持っていない人でも、あのメディウムだけ用意すれば水彩絵の具で布に絵を描いて洗濯しても大丈夫ということになります。この実験で私も結構気づくことがありました。ということで、今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンを押していただけるとありがたいです。またチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。